大宮城は、栃木県塩谷郡塩谷町大和大宮に存在した、日本の城。14世紀前期頃、追記、慶長2年10月13日廃城。大宮城は、君島種時の三男大宮種家によって、大宮市の創始と共に14世紀前期頃に、築かれる。当初は、本家君島市の居城である府入城の東南の守りを、なす城として位置づけられていた。 大宮の地は、城の南側にあった大宮城南遺跡をはじめとして、古くから開けた場所で、城は、西の山古墳群によって形成されたすでに、人工的に整地されていた、丘陵地帯の東側を巧みに利用して築かれ、一条別格の構造を成している。その後、大宮市代々の居城になったと考えられているが、その辞席はほとんど伝わっていない。ただ、 大宮城主については、亀田大蔵所、赤羽天根坊主などの名前も見られるので、ある時期より何らかの自由で、大宮市の居城ではなくなり、城主が変遷していったと考えられている。また、今宮最主録によれば、天正15年2月に、大宮の地最高、これにつき、上野里の集在城とあり、金氏、戸様守、上平屋七郎、飯岡新左衛門などが、 城主に据えられたと記されていることから、大宮城は途中で廃城となり、天正15年まで廃れていたと考えられている。現在に残る大宮城の遺構は、この頃に改修された時のものである。その後、主君である宇都宮市の海域とともに、大宮城も廃城となった。塩谷町市、塩谷町市遺跡調査報告書、宇治家町市、ありがとうございます。